じめまして、アニマルファームのレンチュです。今回は可愛らしいウサギを紹介したいと思います。その愛らしい外見と特徴的な仕草で多くの人々を魅了してきました。ウサギの特徴的な耳は人々の感受性と警戒心の高さを表しています。ウサギは耳を動かす仕草は彼らのコミュニケーション手段でもあります。ウサギは仲間とのコミュニケーションや危険な警告を耳の動きで伝えます。ウサギは自然界では主に草食動物として知られています。ウサギの可愛らしい仕草の一つに草を食べる姿があります。ウサは食事中に耳を動かして周囲を警戒することもあり、その姿はほとんど小さな守護者用です。ウサギ同士の社交行動も愛らしい一面です。特にウサギの親子関係は感動的で、子ウサギは母ウサギに寄り添って体温を慎重に成長します。母ウサギは子ウサギを舐めることで身を清め、同時に愛情を示します。子ウサギ同士もじゃれ合いながら遊ぶ姿は観察する人々の心をじっくりさせます。またウサギは驚くと飛び跳ねたりすることもあります。これはバンニーホップと呼ばれる行動で、喜びや興奮を表すものです。広いスペースで飛び跳ねるウサギの姿は楽しい光景で、その愛らしい感動シーンを和ませます。さらにウサギはホリホリリすることでも知られています。巣穴を掘って避難するだけでなく、地下に食べ物を隠すこともあります。その姿が愛らしい場所、人々の生存戦略を垣間見ることができます。最後にウサギの仕草の中でも特に癒されるのがくつろぐ姿です。安全な環境でくつろいでいるウサギは耳をしだれてリラックスしている様子が見られます。リラックスする姿はみんなの心を穏やかな気持ちにさせてくれることでしょう。以上がウサギの愛らしい仕草と生態についての説明です。ウサギの耳の動きや食事、社交行動、ユニークな行動など、その多様な一面が愛らしさを大切にしています。きっと多くの人々に楽しさや癒しを提供することでしょう。今回の動画はウサギについてでした。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。とても励みになります。ご視聴ありがとうございました。